この絶景を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、というわけで、今回はい、前回のね生放送ありがとうございました。参加してくれた方、来てくれた方ありがとうございます。はい、おかげさまでギドラを出すことができました。はい、まあ、前回の動画内では出してないんだけどあのその後ちょっとね大人の力を使いまして、はい、魔法の言葉、はい、ピルピルピルピピルピーということで、はい、やっちゃいました。で、早速ね、ちょっとギドラを使ってバトル対戦やっていきたいと思います。はい。バトル対戦おかしいな。今、日本語も、おかしかったわ。まあね、ひとまず、このキングギドラどこまでやれるのかやっていきたいと思います。怪獣キング。おー、名前的に多分、アメリカの方かど、うん、多分そうかな。で、ちょっと俺いいコンボ思いついちゃって、あのね、スーパーじゃねえ、スペースゴジラとこのキングオブモンスターズに出てくるこのギドラ掛け合わせたら多分えぐいんじゃねっていう。あのゴジラを助けたい。助けられないな。いや、いける助けられたわ。 OK、 これで多分進化します。 OK、 で敵が攻めてきたらギドラ出したいんだけど、でね、攻めてくるけど、 OK、 遠回りいいね。でちょっとギドラ出しますね。ここでいきます。はい、てか信号術進化しちゃった信号術進化しちゃったな。うわ、かっけえな。でここでこいつ出す。さあどうだい。うわ、火力やばっ。待って、スペゴジとコラボさせたい。うわ、シンゴジが一瞬で溶けたのよ。うわ、バニゴジが溶ける。で、スペゴジとバフコラボします火力やばいっすね。さあ、止められるかな。回復入れていく。はい、バフコラボかかっていく。相手の体力多分見る見るうちに減っていくと思うぞ。シンゴジじゃ多分もう抑えきれないだろう。うわ、やば。はい、ガイガン出します。いや、えぐいわ。はい、回復ギドラ出してからのな、何この圧倒的武力いいんですか、いいんですか、あのゴジバトさん、こんなぶっ壊れ怪獣出しちゃっていいんですかまあ一応今回この動画はね、あのギドラを使っていくだけのね動画なんで、初お披露目、初勝利ありがとうございました。まあ今回はねこんな感じのショート動画になります。はい、すいませんね。ではここら辺で失礼します。ではね、僕と絡みたい方、遊びたい方、生放送見たい方、ぜひともゲリラ配信ね、ちょっとまあ、ゲリラになっちゃうんだけど、まあ大体ね、告知するならツイッターでやってますので、よかったらツイッターの方ご覧ください。で、ちなみに最後にちょっと僕のデッキを見せていきたいと思います。はい。いつも入れている、普通のね、ノーマルギドラの場所を、この子に変えまして、いつものデッキとちょっとだけ違うってだけですね。はい。で、スペースゴジラと、このキングオブモンスターズに出てくる、2019年の、ギドラ。この子の名前なんていうかわかんねえな。まあね、これで組み合わせてガイガンで暴れてっていう感じで、なかなかいい感じに決まりましたね。よかったら皆さんも参考にしてみてください。この頃ね、なんかダイレクトアタックデッキが流行ってまして、多分それ対策でね、ギドラ入れてきたんだと思うんで、はい。いやー、もうね、そのデッキは多分もう金輪際使えないかなと
なんかダイレクトアタックでもうとりあえずライフ削れば勝てる的なね、勝てる2期がね多くなってきたんで、まあギドラでもう革命ですね。はい、まあこれは楽しくなりそうですね。またゲリラ配信またやりますので、よかったらリスナー参加型ね、フリーバトルもしようかなと思ってますんで、よかったら参加してみてください。ではここら辺で終わります。グッバイ、おつがみ。またね。